こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナルの手拭いを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、ちょっと見ていただけますか。これはですね、綿を本染めの手拭いのですね、私ども販売している柄なんですね、こういった形をつなぎと言われるんですかね、こういったで、実はですね、サイズなんですね。で今これ私どもお作りさせていただいても110サイズで作っています。で110のサイズはどのぐらいの長さになるかというと、こうやって首に巻いて大体このぐらい、これぐらいが110サイズで、一般的にはですね、失礼しました、これ100サイズですね。ラウンドとかって間違ってましたね。これ100サイズです。100サイズ、100ぐらいの長さはこのぐらいの、ね、長さになります。で、一般的には大体9090サイズっていうのが一般的です。ちょっとまあこれが10センチほど短いっていうところなんです。で、まあ私ども関東にものではですね、長さっていうのはある程度自由に作ることができます。まあこれも全部オリジナルで作っているせいなんですけども、100であったり110であったりいうのは全然問題なく作れます。ですからまあなんかの、ね、都合でもうちょっと長い方がいいとか、まあ、逆にですね短い方がいいとか言われる方もおられますね。半分サイズ作ってほしいとか、ね、言われる方もおられます、まあ、この辺は自由にできるっていうのが、まあ、我々のようなこのオリジナル屋さんの得意分野やと思うんですね。既製品で作っていない分ね、いろいろとそのフレキシブルに対応できるというのがいいところですね。ですからまあ長さも含めて、まあ、いろんな、ね、疑問点とかこうやってほしい、ああやってほしい出てくると思います。よく本染めでグラデーションを作ってほしいと言われることがあるんですけども、これがなかなかね難しいんですね。うまく染まるところとうまく染まらないところがあるんですね、グラデーションっていうのはね。ですからこの辺はやっぱり本当も本染めでやるのは難しい。もう注ぎながら染めるんでね、難しいんですね。よく黒潮とかで見ているとね、こうなんかこう潮目といって全然色がね、海が変わって見えるところがありますよね。あれと同じようにパカッとね、いくらこう混ぜてやっても抽選してもそういうふうな形になっちゃう場合もあります。ですからその辺ですね、うまくいかないっていうのも出てきますので、まあ、本染めのこれが難しいところというか面白いところなんですね。ですからまあいろんなサイズも含めていろんなことをご相談していただきたいですね。でそれでですね、一番ね、いいものをですね作っている、これが一番いい方法だと思いますので、まあ、何でもですねお気軽にご相談してみてください。よろしくお願いいたします。